こんにちは、柴田です。今回はですね、ヤマハの SG が今うちに3本あるので鳴らし比べていきたいと思います。一番右がですね SG2000 で、これは千葉管楽器さんからお借りしました。そして真ん中が SG1000、 これはね私のもので、そして一番左、これがね SG600、 国産ギターマニアのスーさんからねお借りいたしました。3本とも80年代前後のギターになっておりまして、まあいわゆるジャパンヴィンテージですね。いい感じで年を重ねてきているので、音もねそれなりにこう風格が出てきております。まあ、それぞれの特徴をねお話ししながら音を鳴らしていきたいと思います。まずね SG1000、 これはね僕がいつも愛用しているものなので、まずねこれをね軸にしながらね音を出していきたいなと思います。アンプはこちらフライ3です。ちっちゃいけどねしっかり鳴ってくれますよ。うん、生音もね結構ね大きいんですよ。いい感じに枯れてますよね。いい感じで枯れてますよ ね。 でね、ネックがね結構太いんですよ。レスポールのスタンダードよりも若干ねちょっと厚めかなという風な感じですね。まあ、重心が低くてこうしっかりとした音が出るなという風な印象です。で続いて SG600 です。これ持った時のね感覚としてはネックが非常に薄い、そしてボディが軽いですね。バックがアガチスでメイプルのトップになっているみたいで、指板もね SG の線はエボニーだったのに対して、これはねローズなのかな。でペグもねやっぱりランク下のものが使われているなというふうな感じですね。うん、でもね生音はね結構張りがあってしっかりしてます。ただボディのね重心が SG1000 ほどねやっぱ重くないので、ちょっと軽い感じのサウンドになりそうですね。結構はっきりした感じ。結構軽やかなというか、SG1000 よりは重心がやっぱり上がりましたね。としてはなんか箱なりみたいな感じですかね。まあボディがこう軽いからかな、ネックが細くて軽いからちょっとカランコロンした感じの、まあジャパンヴィンテージにある感じの、まあなんかレスポールとかにある感じのサウンドに近いかなというふうな感じでございます。そして大鳥は SG2000 ですね。生音非常に上品です。ネックもね SG1000 よりは薄めですね。まあレスポールのスタンダードに近いような感じかな。さっきのねやっぱ SG600 と比べると指板とかもねやっぱね上品だし、
フレットもね、やっぱり安定してる。まあボディがね重いんで結構ね、やっぱりしっかりと安定してる感じがしますね。弾きやすいね。枯れ方がね、非常に上品な枯れ方で、線を鳴らしてみましょうかね。SG3 兄弟を鳴らし比べてみました。やっぱりね、こう上位のランクに行くにつれて上品さがね増してくるとは思うんですけれども、このね SG600 のこうカランコロンした感じ、これこそねジャパンヴィンテージだなという風な感じがするんでね、こっちの方がね好みっていう方もねいらっしゃるかもしれないですね。 SG1000 はちょっと重厚感があって粗さがある、SG2000 になると非常に上品になってくるという風な感じのイメージでしょうか。参考にしていただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。